ジャスト・コーズには2010年に発売されたオープンワールド型 TPS アクションゲーム。アメリカでは2010年3月23日、ヨーロッパとアジアでは3月26日にそれぞれ発売された。制作はスウェーデンの会社であるアバランチスタジオとアイドス・インタラクティブ。日本での発売はスクウェア・エニックスが行った。ジャスト・コーズの続編である本作は オープンワールド形式のサードパーソンシューターであり、プレイヤーは広大な島々を巡りながら、各組織から依頼される任務を遂行していくことになる。なお、シングルプレイのみで、マルチプレイには未対応であるが、PC 版限定で、ジャスト構図に、マルチプレイヤーモッドというソフトがあれば、マルチプレイができる。宝石のように美しいマレー諸島にある島国、タナウでは、 独裁者ベイビーパナイの圧政と汚職を背景に対立する反政府組織が各地でゲリラ活動を行っていた。CIA に所属し革命や政府転覆などに精通したベテランエージェントだった過去を持つ主人公リコロドリゲスの任務は彼の元上官であり良き相談相手でもあったトム・シェルドンを探し出し始末すること。トムは組織の最高機密と 数百万ドルの工作資金と共に、この楽園の島国、パナウで消息を絶ったのだった。プレイヤーは、組織の最も危険なエージェントリコロドリゲスとなり、シェルドンの行方を追いつつ、現政権を転覆させるため、波乱の連鎖を、パナウに引き起こす。バンコク中心部の高層ビル軍武器は倒した敵から、奪うか、ブラックマーケットで購入できる。内は、 モデルになったと思われる銃。2010年3月4日、北米時間午前12時0分に、マイクロソフト、Windows の Steam、PlayStation3 の PlayStation ネットワーク及び、Xbox 360の Xbox Live、アーケードで体験版が配信された。また、2010年6月3日に日本語版のデモが配信された。 無料のダウンロードコンテンツが2010年3月23日、4月8日に追加された。2010年4月16日には有料でのコンテンツが追加された。2010年6月10日にスクウェアエニックスから発売。日本語字幕と日本語音声が追加されて選択可能。 海外版同様にダウンロードコンテンツを購入できる。日本語版の発売に際し、スクウェアエニックスは独自の自主規制により、海外版からは以下のように仕様を変更したことで、セロによるレーティングが D へ引き下げられた。規制などのアナウンスが遅れた理由について、スクウェアエニックス社長の和田洋一は、自身のツイッターで、我々が未熟だったための配慮不足と釈明。 今後発売予定のローカライズタイトルにおいては変更点を事前に告知すると発表した。なお、海外版や公式サイトの宣伝動画と違い、製品版では MK グラフィックのテクスチャが剥がれるバグがあったが、PS3 版は2010年7月8日、Xbox 360版は2010年7月14日のオンラインアップデートで修正された。ありがとうございます。